無個性の俺なら何やっても2番になれる説。よろしくお願いします。のせと、もっちです。はい、僕は無個性なことはもう皆さんね、存じていると思うんですけど、はい、そうですね。まあそれが嫌でね、前回早食いで俺は1位になる、そして早食いを俺の特技にするっていう動画があったんですけど、はい、まあ結果はね、2位だったわけですよ。そうですね。あ、もうダメだなと、俺はもう無個性なんだ。なんかまあもう世の中に絶望していたわけですよ。そんな言ったんだ。そこまで言った。で、僕はある時ひらめいたんですね。はい、あれ、この無個性を個性にすればいいんじゃないかと思いまして。アビリティが無個性ってことですね。そう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 、もはやここまで俺自分で無個性って言ってたら無個性か個性とかありますけど、まあ、それを確立するために、はい、今回は動画の企画を持ってきました。はい、僕がですね、3種目、まあ、YouTube に必要な種目を持ってきました。はい、それをこの3人で全力でやります。で、全力でやった結果、全部俺が2位になるっていう動画です。おー、説検証ね。そうそうそう。はい、ポイントは、もう全員ちゃんと1位取りに行くっていう気でやってくださいね。それはもちろん。はい、というわけで今回は、無個性を個性にしていきたいと思います。やっていきましょう。はい。というわけで、はい、第1種目は、大喜利でございます。おー、大喜利。今そこにレイがいるんでね、レイに適当にお題出してもらって、1位、2位、3位って決めてもらって、俺が2位をゲットするよっていう。了解です。なるほどね。3問やって、それぞれ1回答ずつして、3問中2問俺が真ん中あったら成功にしてください。はい、はい、じゃあ行きます。はい。このラーメン屋には二度と行きたくない、その理由とは。いや、2位になりてぇ。いや、1位になる。そうなんだよ。じゃあ行きましょう。じゃあ、もちくんから。このラーメン屋には二度と行きたくない、その理由とは。あの、ラーメン出すときに常に指がラーメンの中に入ってる。あー、いいですね。やめごこ。ちょっとやめなさい。ちょっとやめなさい。あ、帽子。指。指ですね。えぐっ。じゃあ、のせくん、はい、ラーメン屋には二度と行きたくない、その理由とは。店主が水タイプのジムリーダー。おー、いいな。そういうことか。確かにな。そういうことね。バトル始まっちゃうもんな、ラーメン屋入店したら。そうです。はい、じゃあハリ君。はい。このラーメン屋には二度と行きたくない、その理由とは。食券の代わりによくある1000円ガチャでラーメンを買わなければいけない。おー、5分の1。確率5分の1です。高い、結構。1000円か。そう、1000円入れた確率5分の1だから、何がとはなるけど、ラーメン食えない可能性もある。いや、うざいな、それ。全然得しないやん。順位。はい。はるき1位、のせ2位。まあ、そうだよ。はい。なんか見た感じそうだった。はい。そうなんだよ。別に、受けるわけでもない1位が一番しょうもない。5歳児が考えた天才的な発明と。いやー、偏差値2の匂いがするわ。どういうこと？5歳児ラーメンの。じゃあ、のせ。5歳児が考えた天才的な発明と。お父さんを黙らせる秘技、文春法。いや、まあ、いい。よし。好きだな。文字とか好きだな。文春法。じゃあ、もっち、はい、5歳児が考えた天才的な発明とは。僕、5歳児の気持ちになって書いてみました。5っていう数字、横から見たウド鈴木に似てるなぁ。天才だな、それ。今の5歳児はウド鈴木知らないかな。うわー、なるほどな。じゃあ、はるき、はい、5歳児が考えた天才的な発明とは。無限三時のおやつ時計。やばい、いいなこれ。いいわ。5歳児会では掲げられるぐらいの発明だと思うんで。それやってんな。順位お願いします。頼む。もっち1位かな。おお、変えた。言わずもがな、3位。とあるガチャガチャが大ヒット。さて、どんなガチャガチャ。あー、こういうのか。 Hello everyone, we have a gift for you。 ポルノハブの CM やん。あの CM に出てくるなんか映像って欲情しないんだよ。わかる。じゃあ行きましょう。はい、はい、じゃあ、もっちから。とあるガチャガチャが大ヒット、その商品とは。まあ、大ヒットというところに着目しました。キングヌー井口のオフィシャルヒゲガチャ。
どうせくん、とあるガチャガチャが大ヒット。どんなガチャガチャ？ガチャマン。お前らやばいぞ。やばい。じゃあハルキ、とあるガチャガチャが大ヒット、どんなガチャガチャ？全裸おじさんコレクション。おお。気持ちが悪い。ガチャマン。やっちゃったよ。いやこれやばいな。やばいね。全裸おじさん。うわあ。そうだな。ああ、ガッチャはホームランあると思った。友達のポテンシャルが低い。はい、次の種目はですね。はい。ノーハンドプリンチャレンジ。ノーハンドプリンチャレンジ？なんか見たことある。ノーハンドプッチンプリンチャレンジっていうのがあって、手を使わずにプッチンプリンをプッチンして食べきるっていうタイムを測っていきます。いやこれだって未経験よ。俺もやったことない。そう。未経験のものって大体2位だから俺。ね、やっていきましょう。じゃあノーハンドプッチンプリンチャレンジ、完食までのタイムを競っていきます。よーい、はい、スタート。プッチン、あー、ラップが、はい。これプッチンしなくてもいい。はい、うん、うん、はい、食べるだけの、はい、はい、やったー、2位だ。本当だ。新生史上一番嬉しい2位かもしれない。結構ガチで2位だったよね今。うん、そうね。イエーイ、イエーイ。第3種目は、はい、ビンゴ。ビンゴだ。運です。おお。まあ YouTube に限らず人生において運というものは結構重要だと思うんですよ。はいはいはい。今回はまあこのビンゴカードを一人一枚選んで、はい、まあ、レイに1から75番までの数字をまあ言ってもらって、うん、俺が2番目にビンゴするよっていう。なるほど。まあ、僕の一応ビンゴ経歴を話しておきますと、はい、人生で一番大きい景品が、うん、俺が6年間使った目覚まし時計です。いやーしょぼいな。2位でしょ。よし行こう。はい、よし行きます。はい、はい、13番ないないです。39番。サンキュー。あ、あった。ないわ。ないな。どんどん行きましょう。はい、14番。おお。ないよ。ないね。すまんねえ、このビンゴ。70番。あっちゅ。あったあったあった。ないわ。64番。ある。1番。ない。ないね。63番。ない。なんで？33番。あ、来た。あった。ある。でか。急に来たな。わ、これあれですからね、はい、リーチになったら立ってくださいね。わー、画角外。50番。あった、あった、あったあった。わー。48番。あるー、あるー。かーさー、やばい。8番。あー、来た。おー、来た。連続で開きまくってる。60番。おお、なーい。開くな。え、ちょっと途中経過見しとく。一応今のところこんな感じです。こんな感じです。わかりづらいけど。なんかぐっちゃぐちゃだな。68番。あっちゅ。38番。あー、あ、おっと、来た。あ、まだか。リーチ。マジ、リーチです。マジか、すごい。マジ。こっちな。何番？46番です。おお。22番。うわ、惜しい。惜しいとかねえわ。あ、リーチ。あー、これはあるぞ、あるぞ、これ。ちなみに何番？28番です。おぉ。うわ。67番。うわ。だー。ない。72番。あった。いや、テンション低い。ないです。53番。ない。あ、あるあるある、リーチリーチリーチ。うわー。よし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 。来た。全員画角外。ちなみに？俺21。おぉ。
ちょっと座りませんか全員がかかるちょっと。15番。あー、アンチョリアンチョリ。だーいな。20番。うわ惜しい。46番。やだーやったやったー。じゃあ景品としてそのビンゴカードあげます。あるっす。51番。27番。いや、あんじゃい。あんにゅん。惜しい。待って、ダブルリーチ。きたー。なんとなん。62と28。おー。人生史上、ビンゴの中で一番ドキドキしてる。なんで?48番。ない。ないなー。違う。21番。きたー。ビンゴってことで1位、2位、3位無個性すら個性にできない